コンサイ、キュウリキュウカンバーだぜ、カンバー。じゃあ、今回もガーディアンテイルズ。ストーリー進めていこう。以上、報告だけ。まず、シロが、覚醒レベル、星4になったぜ。見た目、シロの部分がまた増えた。で、レイチェルさんも星4になって、素晴らしい帽子を手に入れました。前までは帽子なかったからな。ってな感じで、またパーティーはこれで、魔法学校を進めていこう。レッツゴー。まず最初は、魔法学校1階、1階。なるほど。階で分かれてるのね。じゃあ、進めていこう。真っ暗じゃん。どういうこと？何？一瞬人、怖い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 。魔法学校って、何いけないじゃん。何？どういうこと？どういうこと？ホラーなんだか。待って、俺苦手だよ。ホラーはマジ苦手だよ。何？どうした？どういうこと？もうやだ。人たくさんいる。幽霊だ、逃げろ。いや、こっちのセリフなんだか？はいはいはい。バトル。めっちゃ早い、めっちゃ早い。待って、誰かバチクソに強いやついんな。不法侵入だ。あ、この人は会ったことある。そんなとこにいちゃまずいって。早く隠れなきゃ。どういうこと？ファビ、ごちゃごちゃ言わない。ほっとけないでしょ。ああ、ファビさんめっちゃレベル上がる子だ。あの幽霊たちが見える。あれが幽霊か。はい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 。見えます見えます。おいよー。取り憑かれてるやつをぶっ飛ばすのは簡単なんだけど、問題はあの幽霊の方でさ、ゲロが殴ろうがスカるし、魔法も全然効かないんだよね。でも絶対奴らをぶっ飛ばす方法があると思うんだ。いや、そうな。どうしたのファビ、どう考えたって見つかってるじゃん、幽霊に。そうですよね。幽霊が？やばいやばいやばい。いや、後ろに隠れるはさすがに騎士として最悪、前に立ちはだかります。あんた、一人で格好つけないでよ。もうかっこいいね。来るな、来やがれ。うわー、かっこいい、かっこいい、かっこいい。おすごいわね。何ですか、それ。すごい、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 すごい。すごい武器持ってる人いる。はい、チャンピオンソードが強く反応してる。マジで、ワンチャン。やっと見つけた。この人がここのチャンピオンね。かっこいい。いいね。幽霊に攻撃が効いた。ずいぶん探したよ。この人いいな。ルックスも好き。あんたは今週のマギタイムズ。ちょっと微妙。どういうこと？マギタイムズ、私が先に取ったんだ。そんな目をしても果たさないぞ。ちょっと待って。なんかマギタイムズっていう、なんかなんとかの時間で、なんか急に語り始めるんかと思ったら違ったわ。っていうかさ、魔法学校にさ、侵入してるこいつらが急になんかいろいろするのもやばいよね。なんか俺ストーリー飛ばしたっていうぐらい、幽霊に塞がれて前に進めない。ローラに関する事件を解決しないと通れなさそうだ。はあ、ローラ。ちょっと待って、待ってってば。何？マギタイムズは譲らないよ。その話じゃないんだよな。そうじゃなくて、俺を言いたくてさ。そうだね。私はラビ。あっちで隠れているのが、ファビで、この人は、キュウリだよ。私はソヒさん。もう行ってもいい？うん。上に行くつもりなの？そこら中幽霊だらけだよ。幽霊倒してたから大丈夫。研究補助金？そう。研究補助金。最近無駄遣いが多いからって打ち切られたの。だけど私はこの騒動を解決すれば、また再開してもらえるはず。まあ、それはそうだろうな。それは分かったけど、一人で行くつもり危ないって。さっきの借りもあるし、手伝うよ。必要ないだろう。幽霊どうちようもない。そう。ありがたいけど、その必要はないわ。そうだね。強いもんね。もしかして心配してくれてる？あんた、意外といいやつじゃん。多分そういうことじゃない。ゴリラ、オーク退治には必要だけど、幽霊退治は向いてないから必要ない。はい、はっきり言いますね。おい。今私のことゴリラって言ったか？そうだね。いや、ゴリラの方が、岩を壊せる分役に立つか。やめえや。煽るなって。よいしょ。まあじゃあ俺も岩壊せるところ見せつけとこう。よいしょ。はい、壊せるよ。どうですか？まあゴリラよりはマシそうね。よかった。あ、ファビさん。オッケー。これで十分よ、ファビ。ウェイ。ゴリキー。そりゃすごい驚いた。まさかゴリラ以上に野蛮だなんて。褒めてんの？どうよ、ね。そもそもゴリラ幽霊退治に必要ないって言ったのも忘れてるのね。なんでダメなのよ。いい、物理効かないから。しかしゴリラを目の前で見てたのは初めてだ。ゴリラじゃないよ。この機械に実験データを集めておくか。それじゃあ連れてってくれるんだね。はい、受け取りなさい。ゴリラが人間になるときは幽霊実体なんて言った。で、これは何なの？
説明して、それを持っていれば幽霊を攻撃できる。おー、マジか。マジですごいじゃん。マジすごいな。この人すげえな。マヒさんだっけ？すごいわね、あなた。すごいじゃない。お前も人間になりたいの？まあ、なりたいかな。はい。うん。わかった。受け取って。いいよ、くれるんだ。幽霊実体か、実体か、力場発生器。ほんほん。一部の幽霊には効かない場合があります。気をつけろ。でも一つ条件があるわ。私の研究補助金再開のために、この幽霊騒動の解決を手伝うのよ。わかった。よし。じゃあ、2回で、まあ、やっぱ俺、お前たちも手伝うのよ。もちろん手伝うけど、ちょっとわかってるって2階に向かいながら怪しいものがないか探すんでしょ。あと、逃げ遅れた人たちを見かけたら助けてあげて。もちろん、いいこと。いいとこあるじゃない。まあ、もちろんよ。助けた相手にはソフィー博士が作ったソフィーの影っていうのよ。しゃあない、わかったよ。オッケー、了解です。教授より生徒たち優先ね。統計学的に生徒の方が SNS で広げるからわかったってわ。なんてこった。マリー、行くよ、ここから反撃だ。オッケー、反撃しておこう。大丈夫？揺れ事件が解決したら教えてくれない？オッケー、わかったぜ。これは私の連絡先。はーい、臆病な学生が私をフォローしてくれました。ありがとう。おライトニングカウンターでお会いできて光栄だよ。お久しぶり、ライトカウンター。やっほー。ねえ、君はお化けって苦手だね。そうだね。ははん、じゃあちょっと気合い入れてもらうしかないかな。気合い入れてこう。真のスピードクイーンならどんな時でも平常心を保つものよ。このライトニングカウンター、ラドみたいにね。かっこいいじゃん。ってことで勝負しない？勝負しよう。よろしくお願いします。幽霊よりも早く。やる気になったよね。早速始めましょう。準備はいい？先にゴールした方が勝ちよ。了解。さあ頑張ろうな。いけるかね。いけるいけるいける、大丈夫、いける。よし、消えろ。よし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 、よしよしよし、一回クリア。はい、もう完璧すぎ。もう幽霊を全無視できた。いけた。え？私が負けた？ライトニングカウンターなのに？ノロノロな幽霊さんたちといたから私までノロくなったのかも。覚えておいて、次に会うときはもっと早くなってるから。よかった、なんか一瞬へこんじゃったかと思った。もうこの子は常に元気でやってほしいからな。いやー、いやでもどんどん下がってくおかしい、こんなはずじゃなかったのに。いた。へえ、逃げずにちゃんと来たのね。ま、逃げていたら装備の自爆装置が作動していたでしょうけど。怖い。ラビとファビア、今2階を調べに行っているわ。お前も2階に行ってみてよ。それで何か見つけたら連絡して。 OK、 ソフィさん了解です。おお、ここ抜けるとこの子に話しかけ。君、僕が見えるの？透明マント、また透明マント持っているのに、いるのに気づかないってすごいね。これさえあれば幽霊にもバレないんだ。そうか、東の回廊に来たら君にも使わせてあげるよ。東の回廊、え、すげえ、透明マントすげえな。結構東の回廊遠いわね。了解です。まあここはちょっとまだいろいろ全然見つけられてないものあるっぽいけど、なんか途中のどこの部屋かな、ここかな、なんかローラのなんだろう、幽霊について解決しなきゃいけないみたいなのもあったりしたし、ちょっとその辺を解決した後じゃないといけないのかなと思うから、とりあえずメイン進めてから行ってみようと思うぜ。お、なんか、なになに、もしかして向こう側に行こうとしてるの？うん、諦めないよ。誰かミスったみたいで、セキュリティ装置が動いてるんだ。信じられないなら隣の制御装置を確認してみなよ。 ABC 各組のスイッチを全部押してセキュリティ装置を解除しなきゃいけないんだ。ここであとはもう何かの縁だし、セキュリティ装置の解除を手伝ってあげるよ。まずは A 組の装置を解除しよう。制御装置で A 組を選ぶんだと。ほう、もうそっちがじゃあ正解ってことだから先こっち行こうな。おお、あ、お歌の部屋だ。来れてよかった。行き先を選んでください。 A 組です。 A 組と連結完了。はいはい、左の廊下を通じて目的地に向かうこと。あー、なるほど、これ毎回目的地変わるんだ、すげえな。で D 組のところに置いといた方がいいよね、多分。これを押せばいいのかな。 OK、 火がつきました、完璧。次は B 組にしようかな。 OK、 B 組も完璧です。
あとは C 組だけだ。セキュリティ装置を解除するんだ。多分あれじゃん、 D 組も解除しなきゃいけねえんじゃねえかなって思うけど。 C 組と連結完了。 OK。 上だね、上だね、上に部屋があるはずだね。よいしょ、 OK。 D 組への通路が解放されました。やったね、全部解除できるなんてありがとう。悪いやつかな。これで今回の中間テストの問題用紙を盗みに行ける。やば、代わりと言ったらいいんだけど、一つ秘密を教えてあげるね。何？学校には押せないように見えて押せるものが存在する。覚えておいてね。ほー、そうなんか。行き先を選んでください。とりあえず D 組行こうか。何？古い学生証、これだらけの学生証を手に入れた。フーク、書いてある字が読みにくい。入学年度 AH381、 この年501年とか、なんかそれぐらいじゃなかったっけ、という文字だけなんとか読むことができる。へー、結構昔だね。だから100年以上前なんじゃないかな。じゃあ西の鶴行こう。 C 組の右下解決できてないけどな。いって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 、死にかけオブ死にかけ。エルファバ様だけが僕たちの希望なんですか。へえ。あと D 組のところだけだと思うんだけど、分かんなかった。お、珍しく今回は間挟まないんすね。ここも学校の階段だ。でも創立者の部屋って書いてあったぞ。いや、入り口に回復装置置いてあるのが不穏すぎるだろう。はい。あれ、なんか人がたくさんいる。儀式を行われてる。ええ、この部屋の不思議なオーラが幽霊の侵入を防いでるみたいな。ほうほうほう、あれは何？あれはどれ？どれがあれ？この波長、魔法的にも科学的にも珍しいタイプね。驚いた。これって、103年の超自然現象でできたやつ。つまり幽霊たちの波長に近い。お、で見て、すっごく大きい肖像画がある。うん、皆さんようこそいらっしゃいました。ここまでご苦労様です。肖像画が喋ってる。これも幽霊なのかな、なのかな。そうか、この人はエルバファ、エルファバー、ははは、創立者の一人。死してなお学校を守っているという噂は本当だったよね。もう500年も経っているのに、今でも私のことを覚えている方がおられるのは嬉しいですね。ですが、学校を守っているなどとはとても言えません。はい、この部屋による結界の子はどう見てもお前みたいだけど、失礼、失礼、恥ずかしながらこの部屋を守るだけで精一杯なのです。そのせいで私を信じられず、ここを去っていた人たちもいます。うん、このような状況で守護者を名乗るなどおこがましい。どうした？あれ、結界がちょっと不穏。結界があるんじゃなかったの？誰か助けて。キャー、幽霊よ。大変だ、大変。幽霊がこっちに向かってきてる。だんだん守りが弱くなって、結界を強化しなくては。少しだけ、少しだけ時間を稼いでください。頑張ります。よいしょ。大丈夫かい、これで。よかった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 。なんとか結界を強化してくれたっぽい。もしかして今幽霊を倒したのですか？倒したよ。幽霊なんてこの霊体実体化力場なんとかキーの前じゃなんとか。当然ね、この私が作ったんだから。ありがとうございます、プロメテイア様。やはりそうだったのですね。皆様にお願いがあります。なんじゃらほい。お願い？うん。守護霊である私がここいる、ここですらこのような状態だから、他やばい。上の階で怯えている子供たちを探してここへ連れてきてくださいませんか。はい、そのくらいならもちろん。でも校則では顧問の先生が同伴しない限り放課後の団体活動は禁止されて。そうですか。皆様エルバは勲章に推薦しようと思ったんですが、10年に一度最も素晴らしい功績を挙げたという魔法使いに授与されるというあのエルファ勲章は、いえ、私が生前に使用してなかった推薦枠があるから。そういえば非常時には団体活動が許可されることを忘れてたわ。そのために引き受けるは厳禁なやつだな。ありがとうございます。では3階までの道を開きましょう。OK、 了解、行きましょう。フェイスブレイクしてんの？びっくりしちゃう。大丈夫よ、何もないから。私はエキスパートなの。すごい自信家だね。依頼がありますね。なんですか？こんな時に言うのもなんだんだけど、オカルトに興味はある？じゃあります。だと思っ
った、この学校には隠されたクラスがあるっていう怪談聞いたことがある。あ、D クラスの話だね。120年前の生徒名簿を見たら、確かに D クラスまで、はいはい、昔恐ろしい事件が起きて閉鎖されたって噂だったけど、その時には集団神隠し事件があったんだって噂だけど、当時の生徒の持ち物があれば、いやいやいや、わかんないけど、持ち物は持ってるね。もし古いものを見つけたら、私のところに持ってきて、持ってる、持ってる、持ってる。これでいいかな。D 組で変わったものを見つけたの。そう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 。古い学生証つってね。本当に120年前の生徒の学生証じゃない。すごい。これで当時の生徒を交流できる。おお、すごいじゃない。よろしくお願い。宿場の記憶をたどり、持ち主の魂へとつながん。はい、つなげていただいて、ふんにゃらかんにゃら魂をここに降臨せよ。なんて。はい、目覚めよ、よみがえれ亡者よ。もうこれだけ幽霊に襲われてる中でよくそんなことできるな。そりゃ幽霊の本性行為を本当にできるなんて、本当にそれただの幽霊じゃない。会話できる、会話できるわ。はいはい。ねえ、あなた120年前の神隠し事件について何か知ってる？知ってる。120年前神隠し、382年組の生徒たちが集団で、なんだ、ローラって子が、これがローラさんの話か。その子はみんなにいじめられていたわ。じゃああの人は父母だったんかな。あの1ステージ目にいた。うーわーわー、お前最近どこに行ってんだ。今こそこそなんかしてんだろ。いや、どうやらまたしつけをする必要がありそうだな。結構ないじめでびっくりしちゃう。あ、日記。あ、なんだこれ、なんだろうね。日記じゃないかな。ローラの日記ちゃか、返して、日記ちょうだい。おい、触んじゃねえ。いや、強烈すぎ。日記じゃねえか。なんて書いてあるの、早く読もうよ。やばいやばいやばい。3月6日、先輩たちの秘密の場所を見つけた。ダメ、やばいじゃん、うん、この場所は先生たちも知らないみたいだ。ここならあいつらも私、あいつらって書いてる。何それ、けれ、最近見かけないと思ったらそんなとこに隠れてたの。俺らのたまり場にすればちょうどよくね。行ってみようぜ。行ける？大丈夫？幽霊に襲われない？大丈夫？ローラさん。あ、これが計画だった。奴らをそこに追い込んでやる。あんなところ行かなきゃよかった。あの金髪少女かい、あなた。一体何があったの？そこには怪物。怪物がいたわ。怪物？ローラが言ったの。私は見逃してあげてもいいって。他の高校に連れてきたら逃がしてあげるって。そうだ、私が連れて行ったのは3人だけだった。でも助からなかった。ここに2人いるじゃない。いたね、確かに。はい、倒したらいい。いやいや、思ったより強い、思ったより強い。オッケー、思ったより硬かった、びっくり。ちょっと、その秘密場所ってどうやって行くの？多分な、あの D 組4階、隠された部屋の鏡。鏡？鏡からどうやって行くの？そんな、まだ聞きたいことがいっぱいあったのに。それどころじゃないよ。襲われたんよ、あなた。あなたのせいで襲われたんよ。それは君が見つけたんだから持って行って。あ、ありがとう。私は幽霊と話せただけで満足よ。また手に入れちゃった。秘密の場所に持っていけば何か特別なことが起きるかも。でも秘密の場所を見つけられたら私にも教えてね。了解です。はーい。あー、オカルト少女のもらった。いや、どんどん左に下がってくね。なんで？ねえ、あのエルファバってさ、本当に信じて大丈夫かな？いや、同じこと思う。なんだかんだ言っても、エルファバも幽霊なんでしょ？うん。幽霊から逃げるのにもっと強い幽霊のところに行くなんて、そういえば妙な話を聞いたよ。今は結界維持のために抗体霊魔法陣に魔力を補充してるだろ？でも補充される魔力に比べて結界があまりに弱いらしい。そうなの？誰から聞いたの？フラメル教授だけど。もう誰も信用できないんだけど、あの人はこんな時でもそういうディスり方するのでね。ディスる人なんな。待って、思ったよりワールド3魔法学校回数あるね。少なくとも、今がそうか、これ下から来てんのか。1回、2回、ここ3回かな？次は3回。で、4回が目的地でしょ？で、5回、6回まであるね。うん、夢が広がります。